そしたら次にね、真ん中の黒の部分をね、書き込みたいと思いますよ。これも濃いめでボトッといってください。薄くしてしまうとまた流れていってしまうんでね。で、特に下の油彩が全く乾いてない状態でいきますんで、いじくり厳禁です。いじくりますと確実にダメになります。ぐちゃぐちゃになってしまう。混ざるんですね、色がね。乾かしてからやったらいいんですけど、時間かかって仕方がないんで、ここもどんどんいきます。こう持っていって真ん中に、こうですね。はい、入りました。はい、じゃあこちらも、はい、 OK です。じゃあこれでですね、最後は白になりますね。この白を入れる作業がね、ちょっと難しいんですけど、今までの中で一番小さい点を打つので、かなり難易度がちょっと高いのは高いんですが、指のホールドをね、しっかりして、プルプル震えあまりないようにしながら。で、この白の点の位置なんですけど、あまり白目に近づけない方がいいですね。白目に近づけるとね、肉眼で見た時に一緒に見えてしまうのでダメです。打ちたい位置に打てなかったですけど、どうかな、これ、よいしょ、はい、どうかな、どうかな、ちょっとあかんかな、この白目打ちが難しい。このね、今白目とね、まあ、肉眼で見る分にはほとんど問題ないかな。でも綺麗な点になってないですよね。白い点がちょんと入った感じじゃなくて、ちょっと潰れちゃいましたよね。これはダメですね。もう一回青でリカバーできるかな。顔でもう一回ちょっとこう修正して、ちょっと左右で、ちんぷんかんぷんになってますが、まあまあいいんじゃないでしょうか。よし、できた。で、ちょっと右目の方が白目が多いですね。うん。これで見る限り。肉眼ではあんまり気にならないんですけど、ちょっとだけ修正入れましょうか。はい。はい、じゃあこれでね、ここまでできました。そしたら、赤い点ですね、打ちたいと思います。これもね、ごく微量な作業なので、油絵の具を使いましょう。カーマインを使ってみたいと思います。そしたらね、カーマインを乗せたいと思います。
赤って強いんでね、ちょんでいいと思うんですよ。はい、いかがでしたでしょうか。人によってその目玉を描く順番というのは様々で、顔をおよそ描いてから描き込む人とかもいますし、もうほんと全部描き終わって、顔を作り終わってから塗る人もいるみたいですけれども、僕は最初に描いておきたいタイプなので、でこの目を中心にこう塗っていくというやり方をいつもしてるんでね、今描きましたけれども、はい。